あこんばんはこんばんは。 握手会撮影会楽ししみにしてるありがとうございますこんばんばはそうちょっと変えましたよ見えにくいと思うんですけど「ラストアイドル」の6枚目シングルの個別握手撮影会のあれをキツキツお風呂上がりと見せかけてお風呂上がりじゃないっていう <laughs> そうなんですよあのー、今日ね友達とご飯行く予定だったんですけどちょっと時間が合わなくなっちゃってなくなっちゃったんですよだから今日結局家におったんやけど今日は。 で、お風呂はまだ入ってないけどもなんかちょっと結構寝癖が <laughs> って感じですすごいね今今気づいたけど前髪だけ適当にシャシャってやったんですけど <laughs> そう洋平さん毎日コツコツ握手券買ってるありがとうございます嬉しいなそうお風呂上がり見えてなんか前髪もなんか濡れとるみたいになってるけどディ <laughs> オンがご飯…ディオンが人とご飯食べるとはそう食べとそうなんよ なななかなかないですでもまあなんかよくよく考えたらね結構高校の子とかもこう卒業したら泡になる子とかもおるしね寂しくなる前に会っとった方がいいなって思って「伊豆尾さん今切ったよテスト勉強しながら見てる」ああテスト期間かな頑張ってください頑張ってありがとうございます息抜きも必要やけんね。ねがねっちゃん 仕事どうなるか分からんけど撮影会申し込んで会いたいなあーありがとうえっとそっかまあ一応土日とかなんかな土日とかやと思うんやけどそうそう私もケーキ教室行く予定だったのにお昼寝しててえすごいケーキ教室とかあるんや私今日はね1 0時ぐらいに起きたかな10時ぐらいに起きてはい ユーピッピさんもありがとうございますまた来てくれてラなちゃんもこんばんは健太くんもこんばんははるちゃんさつあっあく握手方させてから申し込んでくれたありがとうちなったんもありがとうございますあのー、東京で東京でヨーグルーペのペットボトル売ってたよええー、うんはし欲しい欲しいうんでもなんかストローで飲むのが美味しいっていのもあるよねちょっとなんかええいや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 ,いや なんか今の聞き覚えあるな。りうちゃん今日もかわいいよ。に、ね、ーりんありがとう。ありがとう。<laughs> こう、さこう下げなあかん。こうなし。あっきーさん撮影会申し込んだ。ああ、ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。にーなりんごさんもこんばんは。関西の件届いた。ありがとうございます。関西はえっと、7月やったっけ ?7 月やったかな。そう。 今日のラスアイカフェは、アイハルとアイリちゃん、アイリちゃん。おおアイリちゃん、アイリちゃんとアイハル。お、組み合わせがいいですね。あ、そうやったんや。豪華やな、今日も。まあ、いつでも豪華なんやけど。私ももうすぐ行くかもね。<laughs> 会えたらいいな。会えたらいい。かわいいわ。正義だね。わかるよ、それは。うん。ソウリさんもこんばんは。山本あはは、<laughs> こんばんは、ね。勝手に。ういちゃん、今回は関東行く。お 合ってるもうどこでも待ってるよ何でも待ってます関西はなにわの日ですよなにわあっそうなんやかそうなんや何そうなんやかってちょっとお笑いの面頑張らないかな今日画質いい嘘恥ずかしい今日適当じゃあ適当京香ちゃんもこんばんは,こんばんは初めて握手会いけそうああ嬉しいさあやちゃんもう待ってる 握手会とかね結構個別握手会があのー、なんか話すの苦手なんでどう,どうしたらいいかわからないですっていう方とかあ、えー、と行きたいけど不安ですって方とかね結構女の子とかでも多いんですけどあのねで女の子自体結構たくさんいるんですよ行ったことある方わかると思うんですけど私的に結構ね特にリオペンさんは女の女性の方も結構来てくださるんで。 あんまりなんか女の子やけんってこう浮くようなことも全くないしまあね私もねオタ活一人でしたことほとんどないんでちょっとね一人不安なんとかはね分かるんですけどでもそんなにまあシステムとかがねちょっとあれなんかあれかもしれんけどでもあの全然女子高校生とかもおるし普通に大人の方もおるし。 おじさんも多いよね <laughs>。そう本当に、もう老略老略ねあのあも言えないですけど、もうなんちゃらかんちゃらなんか一番嬉しいんでどんな方でも来ていただいてでなんかね女大さん多いですよね。それでそう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 。あ岡大さんお久しぶりお久しぶりです。そういやおじさんって言ったら笑うけどおじさんって別になんか悪口じゃないというか。 なんか私結構「おじさんやけど大丈夫ですか?」とか「おじさんなのに応援してすいません」とか言われるけどなんでそんなに「おじさんやったら人権ないん?」って思ってしまうも <laughs> んなな関係いいやろって思いますねか全然ど,どんな方でも嬉しいかなって思うのででねなんか喋る苦手な苦手なんですって方とかおるんですけどまあめっちゃ喋るけん本当になんか私結構さなんか喋りすぎて喋りすぎてさこうなんか。 な,なんていうのあもしかしたらさっきの子ももしかしたら私に伝えたいことあったかもしれない私が喋り倒したせいでいえ言えんかったかなとか, <laughs> な,んかさなんかそういうのあったりするぐらい結構私がなんか喋っちゃうんでだからなんかそんなに気にすることないはず。まあ私も絶対 こう握手会とか行ったらしゃべれんなると思うし握手会とか私多分あんま行ったことないんですけどしゃべれんと思うけんちょっと不安なんかるんですけど全然なんて言うんやろど何でもんおいでって感じですね結構しゃべってそうおじさんは何歳からえわかんないそれは結構人それぞれよねそういうのってうんなんか リオンからいっぱい話してくれるから嬉しい。あ、本当嬉しい。そうやって言ってくれたら。でも結構喋ってると思う。うん、多分ね。うん。一回完全に黙ってみてもいいね。ね <laughs> なんでそんな意地悪にする。<笑><笑>うわ、私、どんな反応するやろ。怖いわ。自分で心配になろう。でも、ね、本当、どんな方でもね、全然大丈夫なんで。まあ、会いたいって、あの、思ったら。会いに来てくれたら <laughs>。嬉しいです。 にを話しやすいよねいや話しやすいっていうのが一番嬉しいですねやっぱこうまああんま短い時間しか話せんけどこう居心地のいいこう時間というかを作りたいんであごしゃくれててもいいですかえ全然いいですよ <laughs> いやどういうこと逆に <laughs> なんちゃらですけどいいですかっていうの多いよね結構 <laughs> カフェいつ行くかはちょっと言えないんですけど、もうすぐ行きます <laughs>。もうすぐ行く。もうちょっとで行くけ今撮っけ待っとて。もうちょっとで行く。黒髪のなっちゃんさん、こんばんは。こんばんは。ほんとに黒髪のアバターや。ひなりくさんも。あ、ひなりくさん、ハートありがとうございます。もしかして、あれかなあ、ねえ。あ そう玉ねぎ食べれないけど大丈夫あーまあまあギリギリ許可しましょう <laughs> ギリギリユうキさんこんばんはありがとうございます来てくれてノーリーさんもありがとうございますすごいハートいっぱいありがとうひなりくちゃんりくくんひなちゃんテッドさんもありがとうございます <laughs> すコーンさんと山ちゃん髪伸びたね」って確かにノーセットでも結構わかるかもしれんね髪が伸びたね嬉しいうんもうちょい短めの感じも好きやったんですけど去年アイロンほとんどしてないようえけんこんな感じになってるんですよね梅丸さんも初見ですありがとうございますはじめまして清原です 夜来行ってみたくなってるあ青メガネさん昨日私の配信にびっくりしてた人 <laughs> え来てほしいです夜来はえっと平日にね平日にあのー、新宿の方でやってるんですけどでもね結構わしはのサムデイ・サムウェアは基本火曜日やな火曜日が多いんでそう えっと火曜日の夜から「夜来」ってめっちゃええよね「夜来」めっちゃえいえいよなしいや行ったことある人分かると思うけど結構ねあの持ち曲ほぼほぼほぼ全部フルで歌ってでその後にバラエティーコーナーもあるんでマジで盛りだくさんだなって思います家賃さん「夜来当たらんえそうなんやまあ、いいことじゃあいいことなのか何なのか」っていう。 感じなんですけど、stu 推しさんこんばんはー。来てくれてありがとうございます。26ね次26ですね。26。次はね26日にあります。朝練もまた行きたい。朝練もね。もうみんなあの。早くから並んでくれて本当に本当にありがたい。もうそんな。そうそう,そう。一番後ろでも結構よく見えると思う。夜ライアとね。こう会場が。 あんまりひるひめっちゃ広いってわけじゃないんで普通のライブよりは全然ね見えると思いますそうアンケートコーナーねっていうのがあるんですよこうなんかお客さんに事前に聞きましたらっしいのアンケートみたいな,なんか一番なんちゃらそうなのはみたいなアンケート事前にお客さん取っといてでそれをみんなで後で誰がどれかあ何位か予測するみたいなやつですねワニャビアさん毎度言えたギリギリ言えた毎度でーす 朝練行くと1日がが有意義にななるるそれなんか誰かか誰も言った気がするえあてか私が言ったんかも私もね朝練やっぱ早起きしてるしまあもしかしたらねメンバーの中でね憂鬱な子もおるかもしれんや朝早くから起きてとかあるかもしれんね私結構朝練好きであんまりなんか「うんだぼーんみたいな感じに思ったことあんまりなくって結構朝練は好きな好きなんですけどどうしてもね地方なもんであんまりね 出れないいっていうねあれなんですよ一番中岡さんっぽいメンバーナンバーは「はあ」「はあかん」それやってほしいな絶対1位やんね絶対1位誰が朝弱いでもみんな朝は弱いと思うけどね私は結構その休日とかでも今日は10時に起きたけど普段結構7時とかに7時台とかに起きちゃったりとか。 すすするるし、仕事の日はマジででっごい早く起きれるんですよ、あの仕事の日はね学校の時とかはちょっと寝起き悪いんですけど仕事の日はそのアラームがこう音量一番ちっちゃいとこから始まるんやけど一番ちっちゃい音でもう起きるんですよこれマジですごいと思うもうパパて、て結構パッて起きますねいやそんなに目開いてないと思うけどでも結構パッて起きます朝やみたいな <laughs> そう。 今日ね久しぶりにねちゃんとねあの夢見たんやけどねモ場面描いたけどめっちゃねめっちゃ高級なマンションあマンションじゃない今日めっちゃ高級なホテルに泊まっとってなんか窓がめっちゃ大きくってそっから見える夜景がもうどこなんてぐらいすごい綺麗やったんやすごい感動した髪伸びるの早くてえないえー、早いんかな私分からん早い方なんかなこれでもめっちゃ長かったように感じるんやけど ディズニーホテルあ、いやでもディズニーホテルよりすごいディズニーホテルよりすごいよもっとあのなんか私そ修学旅行ディズニーランドディズニーシーに行ったんですけどその時そこの近くのホテルやったんかな確かめっちゃ綺麗やったでも確かにこの間アザラシに蹴られる夢 <laughs> めっちゃめっちゃいいやんって言いそうになったけどよくはないかよくはないか。よくはないか <laughs> 握手いける握手いけるかな清原のとこえ来てヤドン来てくれもうやヤドンっていう動物どんなんやったっけ動物じゃないかあれ <laughs> どんなんやったっけトールさん初見ですフォローしましたありがとうございます清原りおですやどン分かるやどン分かる分からんよね私ポケモンえへ <laughs> んジュンリーさんヤッホーヤッホーありがとうございます来てくれたポケモンやろ 私ポケモンねあの一応ね DS とかの時やってたんですけどなんかポケッチャマみたいなのおったじゃないですかポケッチャマやった気しとるあの水色のやつあれがあの頃は好きでしたね多分ピカチュウとかさなんかどんあポケモンパンとかあったらし…あるらしいねあるらしいけど食べたことないですねあポッチャマやポッチャマ <laughs> ポケッチャマ <laughs> ポッチャマや ポッチャマ、ポッチャマ。<laughs> ポッチャマですよ。<laughs> ポケッチャマ忘れて。ポッチャマとかおったよね。ポッチャマ。あんまり分からんかな、でも。うんめちゃくちゃ久しぶりすぎて、初見。<laughs> そんなことになる初,初見じゃないよ、じゃあ。りょうたくん。ありがとうございます。来てくれて。ポケッチャマ忘れて。ダイナさん、初見です。おばろしました。頑張ってください。ありがとうございます。こんにちはー。と。あの、 今あ、あんまりね、わしのこと知らん方もね、よかったら、ラストアイドルの6枚目のシングルの個別握手撮影会の申し込み受付中なんで、ぜひぜひ、来てください。あ、のんみーさん、こんばんは。<laughs> ポケンチョマ言わんとって、言わんとってもう、フォルトナの金といいポケンチョマ。<laughs> でも、惜しいとこ行くよな。あ、ゆうきくん、50回にありがとう。ゲームにャってありがとう。ほんといつもいつも。 いやなんかもうあのーみ「みりリに早く帰ってありがとう私も」なんかもうお母さんと話しとったら結構あったかくなってきて「もう夏来るな」とか言うたよ「私夏絶好調」とか言うけどまあなんか普通に夏が好き夏好きやけんさ夏早起きて夏の夕方の空がもう一番好きなよもうめっちゃ好きあガオラーさん わら笑いキングか笑いキングさんほぼ初見ほぼ初見ありがとうございますこんばんは初見の方とかねコメントしてくださいどんどんありがとうございますライトネコさんもこんばんはラララななみんの握手会何話せばいいと思うえっディオンのこと好きとか <laughs> 知りたいだけ知りたいだけやけど牡蠣うまかったえー、めっちゃ美味しかった牡キ あのね、私昨日言ったように牡蠣ね、嫌いやったんですけど最近ね、食べれるようになりましたでも私魚介類は結構ね、食べれるの多いんですよマグロとかもあんま好きやないくてあと何やったっけな魚介類って何が魚介あイカが無理ですねイカが無理イカが無理あのー、給食とかでイカのフリッターフリーターじゃないよねフリーターじゃないイカのフリッター違う違うイカのフリッターよね イカのフリッターとかさ、フリッターやったっけ、おもろい名前やな。フリッターとかあってたじゃないですか。なんかああいうの好きいや,いや嫌いやった。あげよった。ああやのお久しぶりおはようおはようねよったなこれは。そ <laughs> うイカのイカのフリッターさんじゃなくってフリッターね。いやフリッターもおかしいなって思ったけどフリッターかフリッターは俺や。<laughs> 怖く行きますが清原さんとまじまさんどっち行こうか迷って ってますどっちがいいでしょうかどっちも行こうどっちも楽しんだ方がいいもう多分ね全然違うと思うまあ私もさ他の子の行ったことないけんあれなんですけどうんなんか誰が噛みたいまあみんな噛みたようですけど誰がこうどんな感じの対応なんかとかね知りたいよねあっ剛さんまたねーってまたおやすみいくんかわいいおやすみいくん,おやすみーくんですね あったー、膝じゃない、肘、え肘か。肘も今日もおかしい。今日頭おかしい。たまにはお話ししたいよね。えー、ああいうのじゃあ怖く来てほしいな。怖くおいでやー。めっちゃしみしみるじゃない。しびれと、しびれと痛い,痛い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 。痛い痛い,痛い。私もディーンしか知らないな。ありがとう、ゆいちゃん。それも嬉しい。いや、なんか。 釣りたととかリオちゃんしたことあるえ、もうほんとからんもう釣り釣ってください嫌ないやめてもうわか,か釣ってくださいってこうやって握手しちゃって釣ってくださいよいしょみたいな感じでやってしまうもうほんと釣りみたいなのしてしまうんですよねえもう釣りとか釣ってってわかんないですほんとにほんとかんない D4 に行くきクイズ出すねえ簡単なやつにしてね簡単なやつカニとエビはあ、好き好き結構好きですねあのー、エビが好き エビめっちゃ好きうん配信中の彼女感がついだわえでもさ彼女感あるっていいことよね彼女感あるって私言われたんですよインスタライブとかもめっちゃ嬉しいこれはそんなねショールームはだって彼女がこんなんボード張らんわいな <laughs> 可愛くよいしょっていい <laughs> よいしょーあれ全然可愛くない <laughs> なんか芸人さんみたいになるようなつ <laughs> ってって難しいな 難しいよねちょっとそういうのそういうのやってない,いんでーって思いますねうん。だからなんかこうちょっとあ、どんちゃんハートありがとうございますロッチ中岡さんでよいしょよいしょ <laughs> 全然釣れてない全然勢いないもう全然あ、前のお父さんになっちゃった全然勢いなかったな今 でいいんか <laughs> え、あやのんクマありがとう私クマ持っとる今ちょうどあ、こんなに簡単に被るつもりなかったんやけどえ、なんか髪の毛めっちゃでかくない髪の毛でかいとてかしえ、どうやって被るよってけ、これくクマちょっと髪の毛大きくて、髪の毛大きい大きくてごめんなさい ありがとうございます。イえーイ。あこれユニバーね、行ったときに買ったんですよ、これ。何やったっけティム、ティム、ティムですね。<laughs> いい。そう、ユニバのやつやねー。ユニバのやつです注射。ありがとうございます。うれしい。クマさん。クマさんとかタワーさんとかいただいたらもう。 めっちゃあれ思い出しますねちょうどもう,もう3月になるしあの何だっけかんこれねかんこれ思い出しますうん外イケンね思い出しますね韓国語で好きってなんていうのえっとねいろいろあるんいろいろまああるんですけど普通に好きって言ったらチョワって言いますチョワんかじょんーと一応チョウかなまチョワ チョアヨあの韓国であえっと日本でさインスタグラムの「いいね」ってまあ普通に「いいね」って言うじゃないですかで韓国ではその「いいね」の部分が「チョアよ」なんですよ。でえっとえっけチョアって「好き」って意味となんか普通に「いいねそれ」みたいな意味もあるんですよね。だからサランヘヨが「愛してます」なんでまあ、まあ、うんまあどっちも。 どっちもいいよ、うん <laughs> どっちもいいよ清原超派よあーかもあかむさむに理だそうそんなそんな感じですそれそれですねナムナムちょうチョワってえっ飲む飲む飲むチョワ <laughs> やったら男男好きみたいになってしまう <laughs> えっとなんか飲む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 が飲む飲むがとてもっていうんかなまあとても 飲むチョワヨだったらとても好きですみたいな感じになりますそうなんかどっちでもまあそうだねその,なんかの、何一応何ヌね,ね何ヌねの、飲む、飲む、チョワヨなんで韓国語得意なんですかええー、えっとー結構ね5、6年前ぐらいから 独学でで勉強を始めたんですけど、まあ、きっかけは普通に、まあ、k p o p とかがすごい好きで、まあ、韓国料理とかドラマとかも好きなんですけどそれで、まあ、その自分の好きなアイドルさんとかの歌とか、まあ、バラエティとかお話役なし日本語訳なしで理解できるようになりたいなと思って始めたのがまあきっかけですかね。うん、って感じ。えあと2分ややばいあと2分でした皆さん。 あと2分。誰かに似てる似てるって言われたことある人はえっ似てるあのライアンに似てるって言われるんですけど何やろうなでも私結構たまに言われるけどいろいろですね自分で言えるような人はあんまおらんかもねあとちょっとやなあマナンチゥスあのー、ラストアイドル2期生の水野真奈ちゃんとかそう。 あと 1>, 1分あと1分あと分ですねあのー、ねえー、っとねそうですえっと明日もまた配信すると思うのでまぁ、あ、待っててください夜になるかなって思うのではいいやそう本当にいろいろ今日コメント読めあーごめんね翔輝くん似てる似てるありがとうございます今村あ今村みずきさんちょっと言われたことあるかもしれないめっちゃ嬉しい本当にありがとうございました皆さん明日の 明日もまたあのー、や,やると思うので待っててください多分待ってってくださいはいありがとうございましたまた来てくださいね初見の皆様ありがとうございましたおやすみなさいみんなしっかり寝てしっかり食べて元気に過ごしてくださいバイバーイまた明日お疲れ様でした